ガーシーが路線変えるみたいですね。暴露系をやめるらしいです。暴露系引退。オンラインサロンガシルの会員が証言すると。3月26日頃からメンテナンス状態がずっと続いていましたが、30日に無事終了し、ガーシーの配信が久々に行われました。なんとそこでガーシーは実質的な暴露系 YouTuber 引退とも取れる発言をしたんです。涙ながらに語っていたように、実家に家宅捜査が入ったのがショックだったらしく、今後は有名人の暴露ではなく、ファンの相談に乗ったり、ドバイの美味しいお店情報などポジティブな情報を発信していくことを宣言しました。誰それ望んでるんですかね？需要があるのかな？今後ずっと暴露しないつもりなのか、一時的に方針転換なのか。そこは判断がつきませんが、暴露を期待するファンに向けてガシルを退会していいとまで言ってました。お店、ドバイの美味しいお店情報を聞くためにガシルに月4000も払う既得な人っていうのはいるんでしょうかね？ガシルの月会費は30ドル。日本円にして4000円と高額にもかかわらず、会員数4万にも達すると言われている。だからこれ最初だけですよね。もうとっくにそんなにいないですよね。1万人とかもいないんじゃないですか。だってそんなに会員数いたら、もうちょっとガーシーの辞めさせんなデモとか、あと除名反対とか、そういうのにもうちょっと人集まりそうですけどね。ほとんど集まんなかったですもんね。単純計算月当たり 1.6 億の売り上げになる。まあだから最初でしょ、これは。大幅な方針転換により会員数が激減する可能性があるが、これから東谷容疑者どうやって金を稼ぐつもりなのか。金ちゃんっていたんですよね。そこら辺に詳しい女の子でね。の金ちゃんが言うには、スタッフを解雇し、必要最低限の経費でサロンを細々とやっていくのでしょうねと推察した上で、今すぐ生活費が厳しくなることはないと思います。まあそれはそうでしょうけどね。自分のことを暴露されたくないという理由からガーシーを支援する富裕層がおり、立花隆の YouTube での発言によると、昨年も1億円あげるという申し出があったようです。今やドバイでのガーシーやその取り巻きの人脈はかなり広いため、富裕層から支援金を募ることができるはずです。そうなのかな？ただ、現在ガーシーは逮捕状が出ており、いずれ国会指名手配にもなりそうです。そんなガーシーに金品を送る行為は犯罪者の逃亡を手助けしたと捉えられる可能性があります。法的なリスクを鑑みて支援をやめるのか、自分が暴露されないことを優先するのか、どちらの選択をするのか、その人次第だと思います。世間を騒がした暴露系 YouTuber の主演は明けないものだ。他のにもあるんですよ。これはフライデーですかね。ここですか。妹さん、ね、妹の話ですか。妹さんも当局からいろいろと話を聞かれているそうですが、妹さんがグルという可能性は低いでしょうが、送金されるまでの経緯を調べる上で、彼女の口座やガーシー容疑者のやり取りについて捜査は欠かせない。当局ではガーシー容疑者が開設したオンラインサロンガシルにも目をつけていて、顧客から入金されたお金の動きを調べまくっています。マネーロンダリングの疑いも捨ててはいないようです。まあ、これは警察関係の人ね。だからガシルの方も結構厳しいんじゃないのって話ですよね。で、実家への家宅捜査に加え、妹の事情聴取を知ったガーシー容疑者はひどく落ち込み、あとまあね、 YouTuber も凸とかしてますからね、いい実家にね。いや大変だと思いますよ。3月26日から SNS の更新が途絶え、ようやく再開したのは3月30日、 Instagram のストーリーズでフォロワーの皆様へと出したメッセージで、長い間何も発言せずご心配をおかけして申し訳ございませんでしたっていうことを言ってた。で、その6日間沈黙したのは、身内を巻き込んでしまったことのショックを受けていたからでしょう。同時に今後の戦略も見直しを迫られたってことです。まあ、だからそこでさっきの言ってた、もう暴露をやめるってところにつながるってことですよね。ガーシルでは暴露ネタではなく、会員と近況報告や楽しい話をしていきたいという。これ、何の意味があるのかなっていう感じですね。過激な暴露ネタが売りのガーシールがガーシー容疑者の癒しの空間となるというのも因果な話ですよね。それほどメンタル的に追い込まれているのでしょう。当局もドバイの協力が得られない今、ガーシー容疑者の心が折れるのを待っています。っていうことは、当局はもうちょっとなんかやって仕掛けてくるんだろうなってことですね。うん、強制送還的なのはできないでしょ、もう。そのガーシーが10年間は入れるっていう独自のビザが発行されてるんですよね。だからまあ、言おうと思えば10年間ぐらいは入れるってことですよ。なので、拉致が開かないんであれば、
警察はもう少し嫌がらせを強化するってことなんでしょうね、こっちでね。日本でね。今更ね、その、ガーシーがガシルで、暴露をやめて、普通の話をしたところで、まあ、過去のその、今、容疑がかかってることが消えるってことはないでしょうから、まあ、ないでしょう、つか、ないので、一回逮捕状が出したってことは、警察のメンツ的にもね、逮捕は絶対して、起訴までは持ってくってことでしょうから、まあ、ますます嫌がらせするんだろうなってことですよね。ガーシーが嫌がることをやっていく。まあ、それは一応身内ですよね。おかんとか、妹ってことな、になってくるんじゃないですか。実質的にこう、マスコミにもリークして、いや、実は、家族も関わってんだよっていうことを、やってからの事情聴取的なのから、まあ、下手したら逮捕とかね、まで行くと、さすがにガーシーも心が折れるんじゃないかとか、なんかそういうことなんだろうなって感じが。でもそのガーシーが、暴露やめたガシルって何の魅力があるのかなとか、何の意味が、まあ、それを期待してお金払い続ける既得な人が何万人もいると僕は到底思えないですけどねっていう感じですよね。そうなるとまあ資金的には詰まるでしょうねっていうことですよね。ガーシーに資金を提供するっていうのも暴露されるとかガーシーに価値を見出してるから資金を提供するんでしょうけど、今これだけね逮捕状出てたらガーシーに何の価値もないでしょうから、また NHK 党もやばそうですしね、うん、難しいんじゃないですかと思います。